ライブハウス工業吸収工場の笹岡と申します。今回は春による女性や高齢者など誰もが働きやすい職場環境の実現について、できる人が働く職場環境から誰もが長く働ける職場環境へをテーマに発表いたします。よろしくお願いいたします。まず前提条件として作業現場におけるきつい作業の負荷を軽減するため、 大量生産のラインや繰り返し行う単純作業は機械化するなどの対策や作業台の高さを変更するなど養分負荷の低減に取り組んでまいりましたしかしながら注文生産などの複雑で一つ一つ考えながら進める作業はたとえそれが重金作業であっても人の作業として多く残っている状況でしたそのような作業に対して春を活用するとと,ともに 5年後、10年後の先を見据えたときに、熟練技能者や女性など、誰もが長く働ける職場環境を構築するために、装着型のアシストスーツの導入定着に取り組んでおります。腰部に負荷がかかる作業として、大きく2つの動作が禁止しておりました。まず1つ目に重量物を持ち上げる作業です。これらの作業の 具体例として鉄骨製品の集積や材料の投入などの作業があります。二つ目に中腰作業が必要な作業です。プレートの取り付けや仕分け作業などの作業があります。弊社では作業環境の改善が難しい箇所のこれらの作業をターゲットとして春の活用を推進しております。 次に当社における春装着率の推移について発表いたします。2019年に公事例対象をいただいて、以降装着率は順調に向上してまいりました。今回はそれらの高い水準で装着率を維持するための取り組みについてお話しいたします。ポイントとしては3つありまして、1つ目に継続的なフォロー。2つ目に活用事例の向上環境を有。 三つ目に保具として標準化これら三つについて全国工場で取り組んでいる状況です一つ目の九州工場での継続的なフォローの取り組み事例です春の効果を最大限発揮するためには正しい装着が必要となることから腰ベルトの位置足ベルトの固定をチェック事項として作業中の状態を継続的に確認しております こちらの事例では装着位置が下がりすぎていったため効果を十分に発揮できていない状況でした。研修の参加などにより正しい装着方法の知識を十分に要用する者が作業状態を継続的に確認しフォローアップを行っていくことで効果を最大限に発揮できる状態を維持しております。二つ目に全国の活用事例です。 高齢者の方、女性の方など、さまざまな方が活用できている好事例の動画を、全国工場に水平展開し、活用事例の情報共有を実施することで、各工場の作業場での装着維持につなげています。三つ目に、標準化への取り組みについてです。当社では、腰痛予防の観点から、これらのアシストスーツを人に対してあてがうのではなく、 作業に対して機器を使用するよう、防具としての標準化を進めています。ヘルメットと同じように、重量物の持ち上げ作業に関しては、春を防具として装着することで、今後発生する可能性のある腰痛リスクの軽減を目指しています。それにより、誰もが長く働ける職場環境を構築できると考えています。最後に、今年度は春の装着率の維持とさらなる向上に向けて、 この3つのポイントをテーマにプロジェクト活動を実施しました。その結果、満足度が向上して、装着率が82%に向上しました。できる人が働く職場環境から、誰もがく長く働ける職場環境へ、春を活用することで、女性や高齢者など、誰もが働きやすい職場環境が実現できてきました。今後も春を保護具として、標準化を進めていきたいと考えております。 以上で発表を終わります。ありがとうございました。